あ、ここだ。確かこれだ。分岐。この先、中に分岐があるトンネルを、の方に行かずに、ここからです。ここから裏道、旧道。いけるかな。これストリートビューで見たら通行禁止だっけ、進入禁止だっけの看板があったんですよ。あそこに倒れてるのがそうかな。お、電波切れたかな。これか。ありますけど、そっちに行かずに今日はこっちに来ました。先の近くは空気が涼しい。今回土日だけで。分岐はでも私が知ってるのは3か所ぐらいかな。奥秩父の方と、ここと、あと、何ダムだっけあれ、天竜川の途中にあるやつ。何ダムだっけ。GoProあります。あ、そうだ。止まってないよな。また止まったりしてないかな。あ、今来てますね。セミはあまり聞こえない。今大丈夫ですよね、音と映像。これ行きます。こんなのあるけど。あ、電波不安定だな。でも今日勾配そんなにめちゃくちゃきついところはないんですよ。これ電波が不安定だな。急に悪くなる。メモって。先涼しい。じゃあ行くか。衛星写真で見るとこの先まだ途中家とか少しあるんですよ。といってもこれは使われてないかな。あるけど倒れてます。あれは向こうだな。それかそれすらももうやらなくなるぐらいに見捨てられた道なのか。出家。でもいい感じ。バスへな道か。なかなかいい感じですよ。車来ないし。でも電波あるかな。確かエリアは外れてなかったと思うけど。なかなか。カラスアゲハ。きれい。てかあれ、青だけしか見えないな。カラスアゲハもっといろんな色がついてるのに。青紫にしか見えない。これは。ダイナミックレンジ上げなきゃダメだ。とても映らん。あれはマダラ町かな、違うかな。いきなり電波が全然なくなったのかな、これは。さっきと雰囲気が全然違う。道は間違ってないよな。いいやっと、ちょっと放送チェック。あとどっかでもうちょっと飲み物を補給しとかないと心もとないのはゼロだ。これか。弱か、弱いな。弱だから当たり前か。で、ぱ、よ、よ、弱い、弱い、よ、ですと。ってことは、何かしらも、チェックできないかな。来てるか。いや、やっぱ10分前だ。更新できてない。進むしかないか。この先少しでも電波が良くなると思っていくしかない。月はなかなかの勾配。今日陰が多くていいな。コンクリ舗装、ひび割れ。ロードバイクにはおすすめできない。ツイートしとこう。あ、切れた。電波。先に進みます。行くかな。行かないか。ツイートもできない。ダメっぽいな。延長できないか。まあでもちょうどいいか。よし。もう標高1000超えてる。さっきのところ150も来てるのか。そんな時間経ったっけ。丸太橋だ。朽木橋かな。あれは枯れた木が。お、車だ。ん？これだよな。この車は時間経ってるやつか。お、なんでこれ立ち入り禁止が、通行禁止みたいなやつがことごとく撤去されてるのかな。おお、これなかなか不安になる。ああ、30分になったな。一旦国道か県道か、下に降りてからですよ、放送が。おお、この声は鹿かなんかか、なんかキューって声が聞こえた。少し犬が悲しげに鳴くみたいな感じの。聞こえないな。あれ、ほとんど平坦になった。おお、この辺りすごいな。下手したらクモの巣が張ってる、この距離だと。左右がこんだけ草が伸びてきてると、うわぁ、おお、きれいきれい。これ不安になるな。よいしょ。うわー、車だったらこれ U ターンできないから、あまり深入りしないかな、こういうところは。着いた。下動き着いた。もう行った。あれ、今頃来たか。巻きがじゃあ多分この先は集落まで大丈夫だな。こっちから集落側だけが使われてるみたいですね。集落でジャンキーがあったら今のうちに水分飲み物補給しとく、飲み物調達しとかないと途中で切れる。薪の備蓄が多いな。ちょっと山の顔見える。おー、来た来た。自販機ないか。これ右じゃなくて、もうしまった。今ダムの水面が見えるとこがあったのに。なんか聞こえる。自販機ないな。おう、これを放送で見せたい。それツイートでいいか。トンネルの上の旧道集落を通過中。かな。お、いった。足りんな。節約しながらいくか。ウエストがバックが広くなった。こっちはやった。ああ、きれい。この辺り、斜面の畑もすごいな。これは右だよな。上にもなんかある。入山クラインガルテンガーデンか。子供の声だ。さあ。いいなあ。うん。本当に飲み水がないのやばいな。まあ500〜600の峠1個だったらなんとかなるかな。あと湧き水とか飲めそうなところがあれば、まだ登る。あ、よくだ。おお、また欲だ。これもか。車もだ。いや、これは放置されてない。開けっぱなしだけど、中にまだきゅうりとか置いてあった。うん。お、いや、これも入山宿って、ここは宿場だったのか。あ、野麦街道の旧道の宿場か、これ。入山宿、あ、天峠かな、阿保峠かな。日高街道の分岐点であり、野麦街道の要衝。へえ。こっちに写真も撮っとくか。なんて書いてあったっけ。野麦街道の野麦が変換できない。宿場街だったようです。そうしたら入山宿。よし。山荘蔦屋、これはまだ手入れされてるな。おお。あ、この写真前。確か他の人が、ニコ生自転車も誰かがこっち通った時の振り返り放送かなんかで見たんだっけ。なんかこの青木神社の、これ見覚えがあるな。51分か、14時からもっぺんやるか。うん、あれは飲めるかな。水飲み場の体裁なしてないからやめとこう。うわ、うん。後ろがちょっと吸ってる音がする。意外とこの道長いな。2時になってしまう。あ、もうすぐだ。よし、ここで撮ってみるか。ああ、録音できてない。またかよ。接触かな。ああ、切断してる。録音うまくいかんな。てか接触の問題か。枠取り。作業で、電波来てる。予約で14時開始。表示されないな。早く。あ、出た。で。ああ、やっぱオーディオデバイスのさっき振った時かな。よし。あと30秒。無事でした。まあ、いろいろ言われただろうな。まず、熊に食われたは10回は言われたね。よいしょ。これで、接続。どうだ？あ、そっか、今ここ今消えてるか。いらっしゃいませ。よし。スタート。スタート。またかよ。よし、来ましたか。行ってますね、この転送速度は。あと音声が、ウェブカメラ音声っぽかったら教えてください。たまに接触は一瞬切れて、USB からの、USB オーディオデバイスからの音がいつの間にか、ウェブカメラに切り替わってたりするんで。で、さっきはちょっとすいません。本当に全く電波がなくなってしまって、で、30分過ぎちゃったんで、しばらく旧道走ってました。で、今の問題点。飲み物がもうない。ので、集落途中にあったんですけど、自販機なんかなかったですね。なので、そこら辺で流れてる水を飲むことになるか、まあ、この先確か500、600ぐらいの峠だったと思うんで、白樺峠。湧き水で行けるかな。いらっしゃいませ。で、今も旧道走ってきて、ここはなんか入山峠っていうところだったみたいですね。野麦、熱中症ラグ。野麦街道っていう街道の、昔の宿場街だったらしいです、この道。途中、廃屋なんかもあちこちあるんですけどね。でも一部集落はあって、集落からちょっと外れたところに、昔の宿場街の建物が残されてました。何がありそう。もう涼しいけど滑りそう、ここ。苔が。あ、そうだ、今ここだ、そうだった。忘れてました。写真撮ります。さっきツイッターにもあげました。あの辺りはもう電波来てたみたいなんで。あ、車の音が聞こえ始めた。もうすぐ下の県道だか国道だかに合流します。今ここはいらっしゃいませ。電波復活しました。さっき本当に何にも通信できないぐらいの状態になってしまったんで。こんにちは。あ、ロツリー金谷。あそこなんかライダーハウスらしい部屋ですよね。あといろいろ料金が細分化されてる。よし、これで今行ったと思います。行きましたよね。よっと。じゃあ続き走ります。今ここ出たと思うんですけど、もうすぐ下のダム沿いかな、川沿いかなの道におります。で、今日1個目のピーク越えて下ってきたところで、次は白樺峠がピークです。シーンですね。ありがとうございます。でもこっちの旧道いい道でしたよ。最初廃道になってるような感じでしたけどね。実際私が入り込んだところはあれ多分使われてない、集落からの折り道としておそらく使われてない道だと思います。で、途中からなんか薪の置き場が出てきて、そこから先道は綺麗でした。そこまではなんか左右から草が伸びてきてて、蜘蛛の巣が入りそうな感じでした。そうそう、これをさらにもっとワイルドにした感じのところで。あ、音変ですか。じゃあちょっと確認しますね。あ、じゃあ今ちょっとマイクに息吹きかけるんで、カメラマイクかもしれない。今マイクに息を吹きかけたんですが、その音しました？もう一遍息吹きかけます。相当大きな音がするはずですけど、しましたか？すいません、ありがとうございます。またか。ちょっと街を切り替えます。接触だな、こりゃ。どう見ても合ってんだけどな。いや、5っていうのはあんまりしないはずなんですよ。これは変わってませんよね。今これデバイス変えたのに変わってませんよね。息の音入ってませんよね。もう一度やってきます。ちょっと待ちを。どうなってるんだろう、これ。あ、反応あった。これでいったっぽい。さっきも GoPro 用に録音してるやつが止まっちゃってたんですよね。これで大丈夫ですよね。ご指摘ありがとうございます。なんか接触の問題ですね、こりゃ。どこがまずいのかな。この辺りか。本体 USB 口がおかしくなってるとしたらもういよいよダメですね。でもこの PC そんなにまだ古くないんだけどな。自分で気づかないからな、音は。これからもなんかこういうことがあったら気が付いたら教えてください。結構違いますよね。いいよと。おお。ありがとうございます。いいよと。ん？水源ですか？ああ、そうですね。水なんかどっかで補給しないと。白樺峠で干からびる。まあ多分死にはしないですけどね。若干喉が渇ききるくらいで、血がドロドロになってなんかなんか脳になんかいっちゃったりはしないと思うんで。ん？何そう？あ、集落あります？ありがとうございます。そう、この先の道はあんまりよく見てなかったんで、道というか集落状況は。おお、水嫌だね。実際それで乾きは癒えるんだろうか。掃除機はなんだっけ。広し健康診断。ああ、もうすぐあるかな。今日はお隣です。乗鞍高原。なんで出てこない。乗鞍高原のペンションに泊まります。あ、ちょっと喉の調子が少しだけ母音が出しやすくなった。母音がでまだ合流しないな。あ、合流した。母音母音わーって枝踏んだ。そう血栓が、まあ年齢的には42、3歳です今。ペンション放送はどうかな。人がいっぱいいるから、できたらですね。多分アーツさんはやれって言うけど、どうかな他の人は。いらっしゃいませ。あと一人じゃない時はネタに困るんですよね。自分一人でお尻に潜ってりゃいいような感じじゃないんで。厄年だっけ。ドライブインはこの道どうだろう。厄年してない。そんなもの信じないです。そんななんか暗黒厄年とか信じないです。そんなのは迷信ですね。その年齢で決められてたまるか。あ、この先に確率バイオリズムとかですかね。統計ですか。へえ、本当にそうなのか。いやでもそれ厄年と言われてそうなってるってことはないですかね。因果関係が逆転してることはないですかね。厄年と言われたから精神的に弱くなってとかなんとか、そういうことは。涼しい。ずっとよく立ってる。ああ、何ねってダメだ。サッカー音しか聞こえない。あ、猿だ。猿いる、猿。1匹だけかな。だいたい集団でいるもんだけど。ルーバケ。お、一応逃げる感じではあるな。猿いました、猿。降りた。さすがに逃げるの。あ、向こうにもいる。でも、群れしたら小さいな。一応写真が撮れました。水たまり。雨が降った後ですかね、さっきのトンネルの中の水は。猿いました、猿。濡れてました。って、ラグあるのか、これ。だいぶ濡れてましたね、今のトンネルは。更新すると猿のところを通り過ぎるぐらいですね。うん。あ、集落、ありがとうございます。ああ、そっか、スキー場があるのか、こっちの方。といっても、スキー場自体は11キロ先だから、ふもとの方の別の集落ですね。うん、オアシスですね。もったいない、下ってる。拍手。猿は手とか触ったらどうなんだろう、接触したら。あ、そこまで近づけないだろうけど。お、自販機あるある。情報ありがとうございます。ここはまずはチビ炭酸があるっぽい。あそこチビ炭酸あるっぽい。標高1400、1400は白樺峠ですかね。本体が。100円か、全然安くないな。こんにちは。コカ・コーラのゼロと、ゼロじゃないやつと、スプライト。ちょっと例によって炭酸いただきたいと思います。これやっぱり42歳だからゼロかな。で、こう紙で。チビ炭酸とありがたいですね。飲み切ることができるから。飲み切りやすいから。おう。いただきます。理想言うと50円ぐらいのもっと小さいやつがあるといいんだけど。バイオハザード？今だと、バイオハザードっていうと本来のなんていうのかな、生物災害でいいんだっけ、バイオハザードは。炭酸、私炭酸単に美味しいから飲んでるだけで、体にいいとかそういうのは特にないと思います。緑。ちょっと薄くなりますよね。もうちょっと小さくてもいい。これは、何百ミリ缶だろう。あ、これでも280あるんだ。昔だったら250缶よりもでかいんですね、これ。そう、こういうサイズが欲しい。170缶とかこういうサイズ。そう、統一気にしてゼロです。マックスコーヒーあるんですよ、100円のやつ。リアルゴールドは状況によっちゃ死ぬほどうまいですけどね。うん、あ、夕食、そうですね。で、あとは補給用のはやっぱり麦茶かな。うん、あ、そうそう、炭酸栄養というか、あれは単に糖分ですよね。なんか炭酸抜いたコーラって妙に有名になってますよね。実際やってる人いるんですかね。ああ、ガラナどんな味だったかな私はガラナ飲んだ覚えがあるのは大樹町の万世温泉、赤霊館っていう都会通り泊まった時に、温泉に行った時にガラナを飲みましたね。いらっしゃいませ。ん、女の子、あ、これコカ・コーラの美味しさ本当に知ってる？知らんわ。血管年齢、私は実はコレステロールが高うございます何もなく、霧何温泉、霧ヶ峰温泉かな。霧ヶ峰のとこの温泉はなかなかいい感じでしたね。あそこもなんか古い感じで、あ、霧タップの温泉なんて名前だったっけ。なんか相性ありましたよね。ゆうゆはチップ別だっけ。そうそう、前私霧タップの温泉行ったことあります。私は今年北海道行くつもりですが、 9月過ぎかな。うん、白樺峠行くつもりです。で、白樺峠が、標高1400なんでしたっけ。松坂屋酒店、あ、そうですね。出てますか、地図に。地酒水園って書いてある。私が昨日ツイッターに書いたルートラボのこれか。ガラナが何聞くんですかね。聞くというのは記憶力、サイクリングレポート書いたところはよく覚えてますね。チェックイン時間19時の 夕ご飯までにたどり着ければ多分大丈夫です。ただ雨が降ってくると遅れる可能性ありますね。リンゴガラナ、標高は2番目から4番目、白樺峠1644か。標高差まで600ありますね。2時間はかかるな、少なくとも。松屋3時間かけても17時だから、まあ大丈夫かな。そこから少し下れば宿なんで、まあここから3時間ぐらいかけてゆっくり標高差600登れば3時間はかからんかな。いや、かかるだろしゃべりに支障が出る。宿配信はでもやったとしても多分自転車部の方でやると思いますね多分いつもの一人でやってるやつとはタイプ違うと思うので。で、今アーツさんたちは 5.5 の方に行ってんのかな。今日は伊那市で究極超人あるっていう結城正美の昔の漫画の、まあ漫画でいいのかな、北海道で。で、OVA が出てて、究極超人あるの漫画の中で伏せ字になってた飯田線とか、伏せ字というかなんかちょっと前書いてあった飯田線とか、田切駅とか、そういうのが実名になって登場してくる OVA を私はDVD 買いましたよ、前。飯田線のバラードとか聞きましたよ。うん、炭酸抜けてきていい感じ。で、あれは OVA 準拠のルートなんですかね。確か、いや、私は人間ですよ、ロボだけど。ロボっていうのは大学の時のあだ名で、ロボットみたいだからではないんです。自分からモモってあだ名つけられそうになったから、モモって呼ばれるぐらいならロボって呼べって言ったら、本当にみんながロボって呼び始めちゃって、衝動的に言っただけだから特に意味はないです。で、大学時代からロボと言われてます。この思い込んでるまあ若干私は動きがぎこちないところあるかもしれないけど、なんじゃそれ、そう思いますよね。私もそう思います。そんなんで広まるのかっていう。むしゃ込んでます。フレームにつけず、麦茶買ってない、ありがとうございます。ナイスアドバイス、ナイスアドバイス。あぶねえ。まあ多分この先でも売ってるだろうけどありがとうございます。塩酵素600あったら、まあ確実に1本いいな。あぶねえ。よかったです、ありがとうございます。今年みたいですね。何年目なんだろう。ありがとうございます。我ながらどんだけ鳥頭だよ。で、これもですね、しゃべるやつだ。最後まで言わせずすみません。ありがとうございました。危ない。25年、そんな経ってますか。英語日本、いや1本で多分大丈夫だと思う。ちょっと足りなくなるかもしれないけど、まあ干からびることはないでしょう。ご指摘本当にありがとうございます。経済的、どっからも別の人が回し、大学の講義中に別の人が回してきた桃色のなんか落書きか何かを後ろから前に渡しただけなのに、吉川君は桃色が好きなのか、じゃあ桃だなって言われて、いや桃じゃないですっていうやり取りが1ヶ月ぐらいずっと定型句になってて、ももじゃないですっていうのが。で、こんな風にタオルにくるんで中に入れとくと、85年、そんな前だっけ。で、OVA はもうしばらく後ですよね。よっと。よしはる。なんでよしはるなんだよ。大変。大学の時の、よいしょ。これでとりあえず進んで問題ないですね。もう忘れてないよな。はい、出発。毛利三兄弟は矢の兄弟でしたっけ。3本束ねても折れる時は折れるんじゃなくて、兄弟3人で支え合っていかなきゃいけないよっていうやつですよね。あれ毛利じゃなかったっけ。木川元春ですね。なんか広島とかそこいらへんの、山口か岩国だから、この女性はいませんでしたね。たまたま飛ばない。こんにちは。標高差600か、なかなかあんな、楽勝、なるほど。かっこ撃破だ。リモコン、大砲、リスナリーはロボですかね。モモか。モモの話かな。そう、真ん中に入れるというか、ボトルケージが1個しかついてないんで、これから先また母言い続けますよ。あ、ちょっと曇ってきたかな。少し黒い雲が。これ左か。まっすぐでいいよな。スーパー林道がなんか、これ左って書いてあるのかな。いや、直進だ。左が新能木街道。ああ、食堂とか結構ありますね、この先。あ、もうそろそろ延長だ。気ぃつけとかないと。ガミンです。イートレックス30。昼飯はもうおにぎりとか食ったんで、もう乗り換えの途中で買ってきたやつです。を着いた新島島駅で食いました。これはいくらだったっけな。あ、成功しました。ありがとうございます。まあ、それでも30分になったら、間違った判定で切れてしまうかもしれないんで、切れてしまったら少しお待ちください。1分ぐらい。あ、電波いいですか。確かこの道はですね、峠までは電波あったと思う。というか日陰が多いのがいいですね。やっぱり山ならではですね、こういうのは。街の中だとビル陰ぐらいしかないから。ところてんか、前北陸なんだっけ、峠登れる、早く登る足はないけどゆっくり行けば行けますよ、結構。まあその分時間余裕持たなきゃいけないですけどね。昔は確か標高差400〜500メートル、1時間ぐらいで、どうも峠行きます。さんもうちょっと前早かったと思うんだけどな。サングラスはまあ単に自分にその合うファッションとして選んだりするのが面倒くさいっていうのと、あと一応建前としては旅行中にその会った人に威圧感与えないようなみたいな後付けの理由もあります。やっぱサングラスしてると威圧感多少でもありますからね。まあ茶色っぽくて目が見えてればいいんだろうけど、でも大門みたいなやつだったらちょっと。角刈りで大門とかだったら、いや大門だったらじゃないや、ああ不良ですか。感じで私は最初からこんな感じですけどね。まあ確かに最初の頃は時間とかも気にしてたけど、東寺そば中寺川なのかん。ああサングラス駅か。ジーパンか。ジーパンもそうなんでしたっけ。峠に向かってます。国道からそれてになるのかな、こっちは。メリダ、値段の割についてるパーツのグレード高いですよね。サングラスですかね。目が。メリダ、メリダ台湾じゃないんですか、ドイツ？どうし、いろいろ見ながら、そうそう、私はもうそっちだけに重点していて、エレッセってなんだろう。あ、ゆるく登り始めた。でもまだ下りかな。いや、登ってる。あ、ジャイアント、そうですか。ジャイアントもコストパフォーマンスいいですからね。あ、やっぱり放送終了詐欺か。お待ちくださいと。再接続。あ、大丈夫かな。まただ。ちょっと手間だったな。USB になってるよな、ちゃんと。オーディオは。さあ、OK。これで上り速度は上がった。よし、戻りましたかね。お待たせしました。最初の30分でちょくちょく起きます。配信ツール変えたいけど、めんどくさいのと、環境壊れてどうしようもなくなったら嫌だなっていう。赤ちゃんは、いや、どうだろう。OK ですね。どうも。また蕎麦屋さんか。ドイツで、更新しますかね。あとこれ、実はオーディオの方も、オートゲインコントロールが効いたままなんですよね。静かになるとだんだん音量が上がってきて、急にでかい音が入るとしばらく小さい音が聞こえなくなるっていう、人気が、もともとそんな人気者ポジションじゃないので私は、何が良かったのかも。本当だ、結構店とかあるな。こんにちは。イベント予算は行きの交通費が2800足す5000何百だから8000近くかかってるかな。新島島駅まで移動してくるのに。で宿代が7000いくら、それで1万5000で、帰りも同じ列車で帰るとしたら2万超えますね、土日で。まあ3、4日間ぶっ続けて飲み会に出たのと同じぐらいということで、アーツさんたちは今日は伊那市の方に行って究極長寿 R ネタのイベントに参加していると思います。大人ですから。そう、こんなところで18キープでもう鈍行になるから走れる時間が短くなりますね。ちょっともうちょっと近ければそれでもいいんだけどな。こっちの方はさすがに移動に1日かかっちゃいますね、どこだと。道で、まあ、多分私以外の人はほぼ輪行じゃなくて車じゃないかな。今のところ誰だっけ、アーツさん夫妻と、ヨッシーさんも来るって言ってたな。先週一緒に走ったヨッシーさん。あと、プラさんと、あと誰だっけ、誰だったかな。あ、そうそう、ヨッシーさんが石工さんに連れてきてもらうって言ってたから、石工さんっていう方も来ます。名前は知ってて、前やったことあったっけ、石工さんは。漫画の人ですよね。漫画描いてる人でしたよね。明日、いや、イベントってわけじゃないですけど、単に知り合いで、誰かに余ってれば。思い出した。静岡勢忘れてた。春田さんとちぐさも来るんだ、確か。アラフォー。私もまだアラフォーだからな。まだアラフォー。総勢10人超えるのかな、ちょっとわかんないです。アースさんからの情報断片的だったんで。まさか今日の夜集合ってところからしか決まってないとは思わなかった。ございます。まあ、それはもともと私飲めないのはある程度知られてるんで大丈夫です。数字ですね。だから明日もなんか本当に全員一緒に走るのかどうかちょっと疑問ですね。アーツさん前、私、和田峠に、確かアーツさんが誘ったんだと思うんですけど、で、アーツさん来なかったパターンだと思うんだけど、バルバルさんっていうキャノンボールの人と、バルバルさんも私の方もなんか相手がそういう人たちが来るっていうのを知らずに知らずに顔合わせになったんで、その時は見事に別れましたね。一日何百キロ走るって言ってそういう走りばっかりしてる人たちと私を一緒にされると困ります。一緒に走らせたら向こうにも悪いじゃないか。で、先週一緒に走った小川さんという女性の人もですね、暑さに誘われてきて、で暑さが来なかったっていう。だから暑さは何々しませんかっていう時には、私この間ツイートしたんですけど、何々をするので参加しませんかっていうふうにフォローしますよという意図が全く入ってなくて、単に紹介だけなんですよね、あれ。そのあたり勘違いしてるとあれと思うことがある。というのをこの間ツイートしました。なんか他にもそうやってあれって思う人いそうだから。ここまでまだ20キロ走ってないぐらいじゃないかな。いや、来てるかな。注入茶ですね。でもアーツさんが普段からどういうことをやってるかっていうのは知ってれば全然問題ないと思います。まあ実際それは新しい人脈が、新しいとことのコネクションができるわけですからね。おお。でもこの間の小川さんは多分想定してたよりもだいぶきつい初峠だったと思います。小川さんって人もある程度走れる人ではあったみたいなんで、途中押したりしてなかったですけど、今の勾配は 2、3パーぐらいかな、3パー4パーぐらいだと思います。登りてあるけど全然大したことない。これからですね。そう、ここは電波あるのいいですね。そうそう。岡谷。丸山放送かな。タイムシフトでちらっと見ましたけど、通行止めのとこだけ。さあ、流れてますね。結局あれ通行止め行かなかったんですかね。複数少し小林上がってきた。そうそう、なんか通行止めの場所がありましたよね。で今ここはこれ乗り倉スーパー林道かな。スーパー林道であることは多分合ってるんですけど、きつさはまだ今日は全然まだいけます。母言ってるのはいつものことなんで、見とろとか、それはダッシュするためにとかですか。でも実際薬としても使いますからね、グリセリン。通行がなんて。迂回して。そして暑さはだいぶ温度変わってはいないと思うんだけど、動物は猿いました。猿、暑さ大したことないですね。2年前に来た時の方がよっぽど暑かった。なんか今口に当たった。ここバス来るんだ。長和村、長和村営バス停。おお、見えますか。ちょっと待ってください、写真撮ってから。でバス停名下道、この通り下道ですかね、普通に読んだら。ここが9時51分か。うん、すぐそこ流れてますね。まさに下道。牛を見つける。うんと暑い。ここ9時51分に出て、松本駅に、あ、これ乗り換えだな、多分。よくわからん。松本駅着が10時4分なのかな。いや、いくらなんでも近すぎるな。早すぎるよな、そりゃ。あ、長和渡りダムまで行って、そこで10時に着いて、そこで45分待ちした後にダム発で新島島までのバスがあって、そこでまた20何分 ?23 分待ってから、松本駅行きの、上高線に乗ると。2時間ちょいかかるんですね、松本駅まで。これ、乗り換え先まで全部書いてあるんですね。あ、長和戸ですか、これ。ありがとうございます。長和戸。只見線は、鉄道のことですよね。涼しそう、あっちの方は特に。あ、ライオン来てますか。そう、この辺りで振られるとちょっとやばいな。着替えるための雨宿りできる場所が欲しい、振られたら。でもいい感じですね、今日は。よかった、予報外れて。この辺りで降られたら寒くもなるだろうし、さて、じゃあ 100m おきにまた休憩しながら行こうかな。大丈夫そうですかね。よし、よかった。雨乞いしちゃえば汗で死にます。あ、民家がある。すごいでしょう。これしかないですよ。これ以外考えられないね。夕方、今の時期夕方はかなですね。日暮らしですね。昼間から鳴いてるのも聞くけど、あれってなんか夕方のイメージですよね。泳ぎで全然泳げないです。息継ぎしないクロールで行けるところまで。困ってた。まだ普通に民家がある。普通でもないな。壁に蜂の巣ができてる。子供の頃体にですね。息つきせずに行けるところまで。肩も痛いですね。硬いし重さもあるから。北西側、1万メートル超えたら空気がやばい、気圧がやばい。白泳ぎができなかったんですよ。ほとんどバタ足しかできない。平泳ぎができればそんなに体力を急激に消耗せずに泳ぎ続けられると思うんですけどね。だから海で遠泳とかもしたことないです。まだ集落あるある。あ、白骨温泉、白骨温泉で、これ左か、左ですかね。ですね。水没する足棒が水たまりて、白骨か。確か前もコメントで聞いたと思うけど、二重跳びサイバー。普通の集落だ。巻き巻き。日本語方言とかどうなんですかね。おお、いい感じ。マニュアル？気のまりじゃないと思います。多分。あ雨、うん、ちょっと空気は少し湿って感じるんですけどね。逃げるか、逃げるか。逃げたー。ん？2層あの猫なんか垂れ目で可愛いです。とりあえず後で写真とかアップしますんで。なんて今質問されました？なんか。目がちょっと困った感じの目の猫です。ちょっと垂れ目ですね。ああ、いいなぁ。場所が。いや、絶叫しない。こういう静かなところで。さっき人いたし。で、民宿とかはないっぽいかな、ここは。軽トラ。猫どうなんだろうな、肉とか。あ、でも、猫関係で育ての話をすると、本当に、生理的に受け付けない人いるからやめとこう。私は動物は動物であって、まあ、人間も含めて、肉食べることが今は、忌避すべきことかとは思わないけど。あ、店ありますね。あ、こういうところで食べたいな。もう昼飯食ってきたけど。猫の芝居？お芝居いいですね。あ、温泉がこの先あるのか。で、スーパーリンドは右。合ってるよな。いいですね、こういうところの。そばとかですね。そばとか特に稲が育たないような場所はそば育てるしかないみたいな印象が。雨はですね、なんかちょっと空少し黒いんですけど、ちょっと黒いとこあります。あんまり雰囲気良くないです、空の雰囲気は。そばがき、スライムみたいなやつですね。スライム、そばでできたスライムみたいなやつ。わさび丼？あ、わさび丼は、録画はしてたかもしれない。この間ツイッターで、シーズン3やってるの気がついて、あ、迫ってきてますか？やべえ。ちょっと雨かしら、見てみよう。あ、そうなったらもう放送中断です。雨対策は諦めれば万全です。ホース諦めれば。あ、なんか来てるな。微妙ですね。左上、20キロぐらいのところにありますね。どうかな、こっち来るかな。あ、でも青空も見えてるな。まあ、あと3時間来なければいいけど、そうは長すぎるか。ピッチギル、ああ、特にバイクとか車だったらいくらでもスピード出せますよね。出していいかどうか別として。あ、宿だ。空明るい。あ、見えますか？青空と一部黒いところがある。降らないと。うん、私はこの間録画してあれ見た。なんだっけ、ホロホロ見た。ホロホロの次のやつも録画できてるかな。雨は分かりません。予報では雨でした。でも今、予報は好転したらしいんですけどね。ホロホロのやつは録画してみた。巨人。進撃の巨人ってやつだって、進撃の巨人だってよかったっけ？は見てないですね。あれはなんか面白いんでしょうか。人気あるみたいだけど。っていうか、いや、また見てないです。このグルメ。うわー、やられたとか、なんかそんな感じで言えばいいんですね。はあ、まあ、降ってきたら諦めて、唐騒ぎは綺麗。夏休みは多分9月以降です。あ、何、巨人。あ、進撃の巨人か。デジャブ、へえ。ん？何スタッフが激務。お、スーパーリンドまだ入ってなかったのか。500m 先にリンド入り口。アニオタとまでは多分入り込んでないと思う。っていうかほとんど最近テレビ見てないし。弾丸論破。私は、なんだろう、弾丸論破って、弾丸論破は逆転裁判と関係ないですか？逆転裁判は途中までゲームボーイアドバンス買ってやってたんですけど、逆転裁判と弾丸論破は違うんでしょうか？弾丸論破のこと私はほとんど知りません。あ、やっぱこの辺りサワンドって読むやつか。この間行った沢渡りじゃなくて、呉坂峠の近くの沢渡り温泉じゃなくて、そうか、こっちがサワンドか。サワンドですね。この間メルヘン街道を通って沢渡温泉ってところを通ってきたんで、原発再開には、そうそう、ツイッターで見たけど、原発推進派って言い方が間違ってるってなりましたね。維持だろうっていう。別に新たに原発建てようとしてるんじゃなくて、原発で電力賄ってるのをそのまま維持するっていう方針なんですよね。いわゆる推進派って言われてるのは。まあ、どっちしろ言わないでおきます。いじはー。上高地。ああ、ちょっと北の方ですよね。うお、綺麗。じゃあ、とりあえず何でも反対。あ、いなくなってる。あ、ロマンチックでしたっけ？あ、今、綺麗な縦波長みたいなのがいたのに。空気キングギドラ、おお、キングギドラ聖地か。雨しゅ、雨頭をチェックします。さっき雨頭で左上20キロぐらいのところに結構強い雨雲がいますね。そう、いつ雨雲が発生するかわからないから、いい道ですね、ここは本当に。雨しゅ、なんか脊髄反射的な親父格だな。いや、実脚。これか、入り口。まっすぐ行ったら砂利道ですね。入り口なんもこれ、あんまり選択肢ないだろう。お、料金所跡だ。いや、何もしてないです。小豆色、石ころですね。熊は出るんじゃないかな。雨雲。そう、2008年まで有料だったらしいです。黒川道料金所かな。お、結構高いな。大型1820円。しかも片道で。高え。で、確かこれ、昔のはそうですね、YouTube に移したいけど、それ用のページ作るのがめんどくさくて。さあ、まあ今人いないですよね。このドア外れかけてるし。そう、2008年まで有料だったみたいです。検索したら。もういないですね、中は。奥多摩周遊道路にも料金所だとこういうのありますね。あ、どういうこと？どういうこと？こっからの復きは結構めんどくさいな。いや、大丈夫っぽいですよ、これ見る限りは。でもまあ、通行止めと改良工事は両方、両立しうるからな。じゃあどうしてもダメだったら、行けるとこまで行って、誰かに車で拾ってもらうって手もありますね。あとはバス輪行っていう手もある。19時までに宿に着けるようにすればなんとか。まあ行けるとこまで行きましょうか。でも、もういいって。おー、英語わかんないです、私も。やった。イエス、サイバーサイクリスト。ライブストリーミングやってるっていうのやって、とりあえず名刺渡してみた。世界デビュー。海外の人がこっち来てる人に話しかけると世界デビューか。ああ、でも本当よかった。まあ問題はあったけど助かった。ついてこいよって言われたけど、いや無理って言って、先行ってくれっていうふうに今手で手サインで言ってもらいました。早く行けっていうふうにして。絶対ついていけないという自信があったんで、さっきのあの人の様子見ると。あとなんか海外の人だったら顔映っても全然問題に思わないだろうなっていうふうに、まあでも日本が長い人だったら別だったかな。海外でここまで個人情報に気遣う国なんてないですよね。プライバシーとはちょっと違うかな。プライバシー、個人情報。セーフかよ。でも顔がなんかパッと見、はっきり海外の人って分からなかったんで、でも白人っぽかったですけどね。日本人でもぐらい白人っぽい人いるかなと思って、普通に日本語で話しかけたら、日本語で答えてくれたけども、外国人と分かるぐらいの日本語でした。でもうまかったな。仕事からだ。うん、なんか、絶対レベルが違う人だろうなと思って。そうそう、シシってやって。失礼だったかもしれないけど、この後、母言うことになると思うんで。私は今、昨日久しぶりに測ったら65キロ回ったよ。65キロってなんだよ。また増えてるよ。ですよね、こだわらないですよね。ザボーガーみたいでかっこいいな。あ、どうだろう。差別発言、あ、関係あるのかな、それ。でも確かにそういう感じはしますけどね。差別発言なんとも思わないっていうのはどうなんだろう。海外では差別発言自体は忌避されないんだろうか。さらし上げ。あれもなんか汚いですよね。人がどんだけ迷惑被ってるのか分かってるのか。紳士じゃないね、紳士じゃ。開放的っていうとなんか。温泉、この後やるんですか。目的地まではもう10キロ来てると思いますけどね。しかもほとんど下り。10年ぶり。いや、最近ですね、結構夜アイスクリームとか食ってたからです。あと夕飯もあんまり遠慮しなかったからな。なんだっけ、あ、サイクリングロード。乗鞍観光センターってもう、これ、行こうとしてるとこ、あ、ちょっと待って、これ、左右どっちもサイクリングロードって書いてあるな。どういうこと。アイス取りますよね。うん、パンクは自分で直せます、一応。右の方の道、確かになんか乗ってるな。点線で乗ってる。ちょっと待ってください。こう。手前では、そうか、人種がいっぱいいますからね、あっちは。日本は単一、ほとんど単一だから。握りつぶした。右に行くとちょっと回り道になるかな。途中で合流するのか、これ。ちょっと待ってください。一応右側行けるな。ああ、右側一応行ける。この先階段降りて歩け。高圧的だ。階段あんのか。あ、一応地図ありますね。なんて高圧的な。ここまで露骨に高圧的なのは珍しいですね。もうちょっとなんか新章とか考えるもんだろう。こっち行ったら、いるけですね。伊賀屋レクレーションランドっていうのが途中にある。これは命令だ。あ、今思い出したのあれだ。これは法律だだ。なんだっけ。ナスのアサリジョ漬けとワインだ。これは法律だだっけ。ビール飲むやつは叩き出されることになってる。池表。まあでもサイクリングロードだから行けますよね。通行止めだったらそう書いてるだろうし。よし、こっち行こう。予定ルート変更。押して歩くよ。なんか押して歩けで押して歩くよって2年前も言ってなかったっけ、私は。あ、でも一応自転車で押していけるように、階段だけど滑らかな段になってますね。うん。車の、まあそうですね。槍ヶ岳。単線並列。こんにゃく温泉。押して歩いてます、押して歩いてます。あ、そうそう、明日は自転車荷物置いていけば少し軽く登れるんですけどね。でも大して変わらんかな。どっちにしろ重いバッテリー持っていくわけだし。ほんのちょっと、充電器分軽くなるぐらいかな、置いていって。お、なんか、可愛い動物の写真が。おー。ん？何が修理できる？パンクの話ですかね。パンク修理は基本ですよ、ツーリングだと。可愛いですね。可愛いか、可愛いかな。階段国道は前ひどい目にあった。もうちょっと自転車押しやすくしといてくれ、あれ。てか、あれは自転車で降りない方がいいと思います。よし。この荷物で行きますよ。2年前も同じだったし。制定、はいはい。サイクリングロード。あ、そう、電波あるかな、こっち。乗って。あ、さっきのとこですか。B ネックシューズです。今、SPD です。SPDR じゃなくて SPD。可愛く書いたらでも注意にならないですよね。ヒグマはここいないと思いますよ。本州ヒグマいないですよね。ヒグマ本州に渡るみたいなことは多分ないですよね。ん？牧場。ん？普通に、まあ出てもおかしくなさそう。ロシアの何なの？あ、さっきの人か。さっきのロードバイクの。ロードバイクの人はこっち来ないだろうな、多分。とか言ってそこら辺にいたらどうしよう。ロシア。去年も確かサイクリングロード見つけて入ったんですよね。去年じゃん、おととしだ、おととし。2年前。で、夕方5時か。いい時間だ。25キロ。これがさっきのとこで諦めて戻っていたら、あるいは通行止めちゃんと従って戻っていたら、大体今頃ぐらいに、長和道ダムのとこまで戻って、そこでバスとか、車で拾ってツイートとかをしてる時間ですかね。ん？傘、ああ。逆に逆上したりしないかな。大丈夫かな。クワナ。その手はクワナの焼き豚のクワナか。いや、その手は食わないのに焼き豚ってあれ、どこまでが元々の言葉で、どこからがその改変されたギャグなのかわかんないな。クワナって私、地名はそれでしか知らないです。いい道ですね。しかも下ってるから焦がずに済みます。おお。うん。どれ通行止めの話かな。ん？手首？あ、焼きハマグリか。クワナ。地図に、あ、でも一応さっきのアレーニア載ってた。アレーニアというか、国土地理の地図にはこの道点線で載ってます。ゴマンズとかそういうやつ。ボードラー。編集、あ、そうか。編集されてしまうと意味わかんなくなりますね。まあでも書くつもりはないので、書くつもりはないけどもできるだけ広まらないようにただ後悔しないという。なんかこの辺りもあれ道作ろうとしてるのかな。方向は、いや、ぐるっと回り、この山を、左手の山を回り込んで、今日の目的地あたりまで合流します。間違えてたら大変だな。大変でもないか。大した距離じゃないです。あ、花火。そうは桑名の。その手は桑名の焼き豚っていうのがタイムボカンシリーズのどこかのやつのエンディングであったんですよ。どれだかで。確かあれドビビン・ラプソディじゃなかったっけ。わ、どれのエンディングだったかな、覚えてない。どっちにしろ3区が出てくるから熊が、うん、サワンって熊鈴、そういえば数年前に北海道で使って以来使ってないですね。今年の夏はまた持っていくかな。おお、結構なんか工事やってますね。あ、軽井沢。この間の軽井沢の教えてもらった別荘地みたいなところよかったんで、いや、熊対策全然してないです。実際、熊に出会ったからといって即食われたり、即怪我させられたりするわけじゃないと思うんですよ。よほどいろいろ重ならないと、熊の被害っていうのを受けないと思ってます。まあ、それでも用心するに越したことはないですけどね。ん？黒い影が。忍び寄る黒い影。あ、今のガチャマンのネタです。どしですね。自転車来るかもしれない。ファニアを落として。で、そのファニアを取りに戻ると、襲われると。ん？重機。そう、重機がなんか、入ってました。うん、知床もいっぱいいますからね。知床は、朝とか夜とか、まあ夕方も含めてかなは、知床峠越えようとしたりすると熊に遭う確率高いんじゃないかなと思うんですけど、昼間車がいっぱい通ってる時間帯だったら全然問題ないと思います。本当に熊が出たとしても車に追い立ててもらって助かるぐらいの状況ですから、そのぐらいあそこって観光地ですから。まあでも秋口とかになってくると観光客減ってそうでもなくなるかな。知床峠の話なんですけどね。私も最初あそこ行くのかなりビビってました。熊出るって聞くから。お、また降りて歩けだよ。またかよ。死んだふりは、まあ、いろいろ俗称なんでしょうね。あ、俗説なんでしょうね。うん。ん？長久道。ん？横浜？どういうことですか？ゆっくり。あ、そうそう。背中見せて一斉に脱出するとかまずいんでしたっけ？鼻先。花面掴んだらどうこう言うのは確か「サイクル野郎」って漫画で闘牛の牛を止めるときにやってましたね。あれも本当かどうかわかんないけど、また命令系ですよ。よっと対話でんサメ、あ、花面の話かな。スピードで爆弾、なんで階段にするんでしょうね、これ。こうする方が工事費安くなるからかな。イエス、サイクル野郎。常に持ち歩いてるサイクル野郎。iPhone の中に35巻だっけ全部入ってます。自炊したやつです。有力長で。そうそう、2年前も多分同じネタやってますよ、私は。あの時の動画って微妙に上げてるんだったかな。物置いて、ああ、ですよね。それはなんかよく聞くな。おう、そんな余裕。うん。シャカリキは入ってないです。シャカリキは前、赤嶺館っていう北海道大樹町のトコエトで読んだことありますけど、あそこの飯がうまいんですよ。本当に家庭料理みたいな、特になんかその方向性がある料理ではないんですけど、北海道の、あ、一発マンでしたっけ、あれ。ドビミラプソディは。ありがとうございます。一発マンか。あの辺りはもうだんだんタイムボカンシリーズのテンプレートじゃなくなってきてましたね。あ、おお、来ない。いや、どうでしょうね。自転車も最初から想定してるんじゃないですかね。いらっしゃいませ。ちゃんの人か、ちゃんの人だ。もうすぐ宿に着きます。いやー、今日よかったよかった、本当に。ん、軽井沢は、何週間前だっけ？数週間前に行きました。浦島のあの辺りもだいぶなんか、変わってきてましたよね。3区だけはずっとキャラクターとしては残ってたけど。まあ、どうだろう。尖った小石。タイムボカンシリーズじゃないんですかね、あれは。あれも3枠出てきてなかったですか。ん、何の缶詰？あ、タイムボカンシリーズの主役は3枠ですよね。お、散歩だ。宿が、ストリートビューで確認済みです。まあ、ストリートビューの撮影された時期にはあった。ですね、なんて名前だったっけ、水なんとか、ローマ字で水なんとかっていう名前の宿なんですよ。そう、油断してたら、鼻が出る。トシヤさん誰ですか、トシヤさん。で、さなぎが食えねえ？脇道左。いや、今これで予定ルートに合流してますよね、これで。ここ、なかったら。別の生き物。これで予定ルートに戻った。ですよね。で、そっから左に入っていくと川の方に下っていって、川は越えた向こうあたりが宿。よし。で、なんですか、ちょっとコメントまた聞きました。音としては聞こえてたけど、脳で解釈する前に記憶から消えてしまった。うん、もうすぐですね。ここもなんかにしようとしてる途中のところかな。あ、キャンピングカーか、あれ。向こうの方にもなんか施設ありますね。おお、めちゃくちゃ涼しい。あ、宿ですか。もう寝る寝る。これで予定ルートですね。本当に涼しいですよ。ただちょっと湿気がある涼しさなんで、快適よりはそれほど快適じゃないかな。ちょっと肌寒いです。ここも雨降ったんですかね、さっき。うん、この後標高今1385と出てます。宿がここに入れ、ここに泊まれ、ここで寝ろ。ああ、なんか部屋とかでここで寝ろとか書いてあったらそれなりに面白いかな。そうでもないか。本当に涼しいですよ。宿配信多分やると思いますけどね。1400m。あ、今ここですか。今ここの方が正しいかな。地形元にしてるだろうから。川越えた、もうすぐだ。もうすぐ到着。水、なんだったかな。水品じゃなくて、水原じゃなくて、4文字なんですよ。ひらがなだと。水、確かこの辺りに看板があったはず。Google ストリートビューでは、Google マップストリートビューであった。水城だ。この看板、昨日の夜、ストリートビューで見てきました。ここですかね。あの建物かな。で、そういや、私は宿確保してるとまでは、確保してるっていう話と、ここの宿ですというとこまでは聞いてきたけど、なんて名前で入ってるんだ？アーツさんの本名で入ってんのか、それともニコ生自転車部とかで入ってんのか。まあ自転車でたくさん来る人間の一人ですってりゃ分かるか。で、そうですね。水すまし、アルピンイン水城、ウェルカムと塗り倉高原。やった。中部山岳ナショナルパークなんですか、ここは。水谷水城。なんか水しろっていうと、私はなんでか大水青の方に頭がいってしまうな。でっかい、儚い色の水、緑色の綺麗なが。ペンションシュプール、なんてそれっぽい名前。とか言ったら失礼かもしれないけど、それっぽすぎる。スキー宿ですね。シュプール。いいよと。弟切り草、音切り草？ジオパークはこの辺り違うんじゃないかな。前山陰行った時にありましたね、ジオパーク。あれ何線だったっけ？あ、あっちの建物じゃなくてこっちか。着いたー、これだ、多分。押して歩け命令書ですね。あとこれだ。到着。じゃあ、放送は、ここまでかな。あとはツイッターとか、あと宿配信は多分やると思いますけど、まあ、わかんないです。あと、わははってもう中から聞こえてるのは誰？宮原秀で。いいじゃないですか、ペンション泊まったって。はあ、やめようって。どっかに自転車を置いてカメラ止めたいな。あそこに家族連れのお父さんとお子さんかな、あれは。じゃあ、ここかな。お疲れ様です。いや、よかった。来れてよかった。じゃあ、放送が素直にストップできるかどうか。新しい多分やると思います。ありがとうございました。いろいろありましたね。お疲れ様です。じゃあちょっと待ってください。終了ボタン押せるか。あ、押せる。ペンションですね。じゃあお疲れ様です。じゃあ、ストップ。で、GoPro も、これ音ちゃんと入ってたか。あ、入っててよかった。じゃあ GoPro もこれで終わります。ありがとうございました。まだ読み上げてる。よし、終わった。じゃあ、ありがとうございました。ストップ。